ビクラムジョシーはインドのクイズプレイヤーであり、ワールドキジングチャンピオンシップの2014年の優勝者である。ビクラムジョシーはムンバイのサラスワット階級の根下二人の家庭で生まれた。彼はムンバイにあるビビカナンドエデュケーションソサエティーズ工科大学で計測工学を専攻する。この頃に人生で初めてクイズ大会であるボーンビータ、クイズ大会に参加した。 バージニア大学で電子工学の修士号を取得する。その後すぐにボストンのサンマイクロシステムズ社にクリエイティブメディアとして就職する。2006年に創造性を追求するため故郷へ戻り、ムンバイを拠点とするデジタルコンテンツ会社ザ120メディアコレクティブの社長に就任した。また、ムンバイクイズクラブのメンバーとなる。フーンツ 2BA ミリオネアの 派生番組であるコーン・バネーガー・カロール・パティの第8シーズンでトライグニの専門家としてテレビ出演した。また、IIT ・ボンベイ、IIT ・ブー、アム・インドレなどの大学のクイズ大会の司会者を務め、2018年にはインド選挙管理委員会が主催した国立選挙クイズ大会の司会者も務めた。2011年にアクセリン・パシュが見つかり、 闘病生活を送った後、2018年4月14日死去、41歳を打つ。ありがとうございます。